こんにちは、語り場チャンネルです。本日は、ドラえもんのドラ焼き屋さん物語というゲームをちょっと実況していこうかなと思ってます。プロ野球が、シーズン終了して、オフシーズンに入りましたね。今後はちょっと、ゲーム実況とかも、ちょこちょこしていこうかなと思ってます。とりあえずやってみましょう。これがちょっと最近話題のゲームになってるらしいんでね、ちょっとやってみます。さあ、空きスロット、はい、ちょっとやってみましょう。ゲームとしてはほんとシンプルにどら焼き屋さんを経営するというゲームですね。はい、最近これがちょっと話題になってるんで、ちょっとやってみようかなと思って購入してみました。スイッチとあとスマホ版が一応出てるらしいんですけどね。一応 PC 版が、年内に発売するとかなんとかそんな話になってますけど、懐かしのドット絵な感じでね、ゲームが、作られてるんですけど、ドラえもんの名前を使ってね、こういう、昔ながらのゲームっていうのはよくあるんですけどね、非常に評判がいいと。一時期9月ぐらいですかね、スイッチの、ダウンロードナンバーワンにも輝いてたらしいんでね、ちょっとやってみようかなと思ってます。ストーリー的には簡単ですよね。どら焼き屋さんをドラえもんとのび太が引き継いで経営していくっていうストーリーになってますけど、いろんな素材を集めてどら焼きを開発していくみたいな話らしいですね。雰囲気的にはバーガーバーガーに近いのかな。教えてくれるよと。秘書ロボットね。で、なんでこのゲーム知ったかっていうと、名前はもうこのままでいいかな。いいや、ちょっと変えよう。じゃあ語り場にしとこう。はい、語り場の「ドラヤキヤ」。矢が変換されない。漢字あれ全然出てこない。これでいいや、とりあえずこれで OK。 語り場のどら焼き屋さんでちょっとやってみましょう。このゲーム知ったきっかけが、任天堂ダイレクトで一応見てはいたんですけど、その時は全然興味なかったんですけど、まずはキッチンを、ここね、はい、これでね、新商品を作ればいいのね。役割ってなんだろう。和菓子開発ロボット、サポートしてくれるのね。なるほど、和菓子。お金今12万も持ってる。すげえ金持ちじゃん。どら焼きの皮、ベースに組み合わせ食品を選ぼうと。電球マークはヒント。ヒントってどういうことだろう。完成する。ドラキができました。仕上げ、なるほどね。人気の方がいいでしょう。飾り付け、
ろいろあるわけだ。この F っていうのがなんだろうな。とりあえずまあ金とかポイントみたいなもんかな、これかな。なるほど。あで後々こういうのが解放されていくのね。まあまあ最初だからシンプルにこれでいっか。で試食会、はい。なるほど。ああオープンしましたよ。4月になりました。何をするの。一応周期に設定するってことね。詳細を見る。飾り付け完了。はい。ああ買ってる。なんだどういうことだこれ。これ何？どういうことなの？のび太いるよ。ああ。これどういう？食べたいお菓子が分かる道具があったらいい。はあ。何でも持ってんだドラえもん。独身ルーペでいいのかなこれ。はあはあはあ。ああ、なんか見えてる。ああ、なるほどね。黒糖を1個手に入れました。栗。白あん、これできすぎじゃね。もう願いから見てみましょう。これかな、お願い。はあはあはあ、こちらに皆さんからのお願いが届きますよと。ああできすぎ。はいはい、先生栗どら焼き食べたい。なるほどね。もてなすってなんだ。あ、これはあれだ、開発してからってことだな。黒糖どら焼き、ああなるほどね。じゃあ早速開発しましょう。何これ。開店準備を進めていた語り部屋のどら焼き屋がついにオープン。ああはい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 、なるほど。まあとりあえず作ってみよう。はいはい。栗にあんこ、栗どら焼き得意って書いてあるな。じゃあ美味しさアップしてもらいましょう。頼むぜドラえもん。価格とかももう勝手に入んのな。試食会、これで先生が来るようになると。ああこれ来た先生。 F ポイントっていうのは何だろう。藤子不二雄ポイントだよ。先生が来るようになった。おお。ああこのキャラクター図鑑がどんどん増えていくんだね、こうやってね。作品ドラえもんより。先生って名前ないんだな。どこでもドア、これ何、どこでもドア置けってこと。どういうこと。困るからこれもいるね。コピーロボット、それはパーマンだろう。お店のことは失敗しなくて大丈夫だよと。食材探し、はいはいはい、もうテンポよく進んでいくね。近所の原っぱ、もう今都心には原っぱがなくなったよな。あんな
やっぱ昭和の映像だよな、あんなドラム缶が置いてあって。はいはい、これどうやってこうやっていくの。はいはい、行き先が増えると手に入る食費材も増えていくと。なるほど。え、ちょっと待って、担当これどういうことだ。この足の数字は何だろう。得意とか不得意とかそういうことかな。 F1 で出発。ああまあいいや、行ってこい。ああのび太が行ってる。あ、しりこちゃん来た。あら、のび太さん。はあ、しずかちゃん登場。どら焼き屋さんをお手伝いしているんだ。えらいわって。のび太にそんな才能があんのかよ。静香ちゃん、助手が一人増えました。あ、なるほどね。おじいちゃんが怪我治るまでってことね、ストーリー的にはね。しっかり者のヒロイン静香。トレーニング、あれだな。なんかどら焼きの皮どんどん高くなってねえか。おいしさアップ。これで出来すぎも来るだろう。最初の頃はこんなもんだろう。ほら、出来すぎが来るようになったぞ、これで。イエー。なるほど、雷さんだ。おお、生どら焼き。これ生クリームだな。大きな本を見つけたぞ。本の中に誰かがいるみたい。ああ、キテレツやんけ。ああ、キテレツのキャラが来るってこと。おお、何これ、ちょっと胸熱なんだけど。こういうことね。はい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 、その世界のキャラがどんどん入ってくるんだね、こうやって。ああ、キテレツも世代だよな。はいはいはい、キテレツ祭様ね。はい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 。じゃあ弁蔵さんとか行くんじゃないか、これ。豚ゴリラとか。いやー、ちょっと懐かしいな。藤子不二雄のアニメだと、あとはチンプイとか好きだったな。お客さん候補。はあ、はあ、静香ちゃんが呼び込みしてるわ。あ、黒ごま、これはちょっと開発のチャンスじゃないですか。なんかあれ、ちょっと皮どんどん高くなってねえか。ヒント、ヒントないんか。あ、これあれか、1個使ったらなくなるのか。なんてこったい。
じゃあ普通のあんこでいいしとくか。何もならなかった？嘘でしょ。じゃあ白あんだよ。何にもならなかった？嘘でしょ。じゃあ白あんだけにしとこう。白あんどら焼き。黒ごまはじゃあ違う素材と合わせるってことか。なるほどね。こう簡単ではないな。そうで、話の途中になりましたけど、このゲームを知ったきっかけというのが、まあ TBS ラジオの深夜ラジオに伊集院光の深夜のバカ力という番組がありまして、まあ、そちらの方で伊集院さんが非常にこのゲームを大絶賛してましてね、もう1週間ぐらいずっとどら焼きを作り続けてると、そんなことを言ってめちゃくちゃ面白いと言ってたんでね、ちょっと気になって買った感じですね。なんだこれ、難しくてできません。分かりやすく教えてくれる人だけ紹介してください。いや、そんなできすぎだろ。何これ、できすぎだろ。あ、でも先生の方がいいのかな。はあ、まあいいや。席、座席を利用するお客様へのドリンクサービス。ああ、ドリンクコーナー。え、どういうこと？こういうこと？どれ？トレーニングしてみよう。トレーニング、どうやってトレーニング。無事に食材が手に入りました。はあはあはあ、トレーニング、どれだこれ。あ、これか。はあ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 、けん玉、ヨーヨー、どういうことだよ。あ、でも探索が上がるからヨーヨーだな。技術も上げたいね。あー、なるほど。え、これでもどうやったらこのペンが増えんだろう。まあいいや、まあそのうち回復するでしょう。これでどうよ、食材探し。え、これまだ残ってるってことだよな。まあでもいいか、とりあえず新しいとこ行ってみっか。よし、のび太行ってこい。ん？のび太行ってこい。おりゃ。あー、なるほどね。あ、生クリーム来た。じゃあ生どら焼き作れる。どら焼きの皮どんどん高くなってねえか。え、生クリームだけじゃダメだよな。あんこじゃね。ほら、生どら焼き来た。これは普通にうまいぞ。ちょっと今回から飾り付けやるか。はいはい、あー、飾り付けちょっと増えてるよ。これがいいってことなのかな。ドラえもんのマークが入ってるから。得意な飾り、得意な飾りってなんだよ。皿、あー、まあでもドラえもんが得意っつってるからこれにしとくか。これなんだ。あー、そういうこと、人気が上がると。え、この E プラス2って何なんだろう。高級感、あー、ランクが上がるってことか。ちょっとまあ入れてみっか。じゃあ、はい、小、
あーなるほどね。まあまだ金にゆとりあるからな。とりあえず試し、ものは試しだ。生どら焼きは美味しいよ。これでどうよ。試食会レッツゴー。あ、ほらやっぱ評判が上がるね。あ、いいんじゃない？ほら。あ、カメラさん、はいはいはい、来ましたね。食べたいお菓子が見つかったようだ。うん。なるほどね。こうやってどんどん増やしていくと。二人用座席を手に入れた。二人用座席？え、でもここにあるのは違うのかな。座席がないな。え、あ、これどういうことだ。あ、立てるか。これか。え、あ、これだよな。これ2個あるよ。立てる場所。あー、そういうこと。まあまあ、でもここの隣がいいよな。はいはい。店内の雰囲気も良いと。なるほど。もうどんどん売れていきますね。お店で買うこともできますよ。運営ショップ。おー、ジャイアンチ。あー、なるほどね。あー、白あん、黒糖、ごま。あー、はいはいはい、栗。いやー、そうか、金に物言わせればってことだな。ジャイアン来た。ジャイアン相変わらず店番してんだな。壊して聞かせろよと。なるほどね。お、ジャイアンも手伝ってくんの。え、これジャイアンということは、もうスネ夫もすぐになんか来そうだな、この勢いだと。探してた人、あ、無事に会えた。はあ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 。お、大福の皮。今どんどんなんかあれだな、新しいものが作れるようになってきたな。新商品が作れるかも。え、これ普通に、これシンプル大福じゃないの。ほら、大福持ち。あ、得意、行ってみよう。頼むぜ、伸びた。これはまあ普通でいいだろう。まあ今んところドラえもんとキテレツの世界観ですけど、まあまあラジオでね言ってたんですけど、なんか本当にあの藤子不二雄さん90周年の企画のゲームらしくて、あの読み切りの短編集のキャラクターとかもなんか出てくるらしいですね。だから世代の人にはもうたまらない、ネタが出てくるという話を伊集院さんが言ってたんですけど、まあそもそも伊集院さんがなんかゲーム知ったきっかけが、深夜のバカ力の、構成スタッフにいる構成サンバガラスの一人、ビンゾコメガネくん、なんか若い子が構成やってるんですけど、構成作家、まあ、その子がドラえもん面白いっすよと伊集院さんに紹介したところ、まあ世代的にやっぱわからないキャラが多数いると。お、チンプイだ、やった、つなげつなげ。なのでまあ若い子はね、やっぱドラえもんのキャラぐらいしかまあわかんないんだろうけど、まあまあ世代的に40代50代だとやっぱ昔のね藤子さんのキャラクター、懐かしのキャラクター知ってるから、
それを見てね、より楽しめるんじゃないですかっていう風になんかおすすめしてくれたのがきっかけらしいですけどね。ちょっと何これ、ママじゃねこれ、大福餅、ああチンプエ、抹茶どら焼き、ああみたらしプリン、あんバターどら焼き、まあでも食材だなこれな。釣り竿、とりあえず、まあでもなんだこれ、思い出ってなんだろうこれ。この星は何なんだろう。これ達成すると何があるの、全然わからん。あ、コインくれた。何これ、あ、食材探しね。はい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 、学校の裏山行けるようになった。はい、よし、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、あれ今どうなった、このびっくりマークなんだ。あ、でもジャイアン得意そうだな。よし、ジャイアン行け、レッツゴー。ちょっと待って、新商品は作れなさそうだ。あ、こういうの教えてくれるのね。なるほどなるほど。よもぎ、あとは立てるって、何立てれるのこれ、大福の棚、あー、そういうこと？え、すげえ気持ち悪いなこれ配置。え、これなんか、え、これなんかあれじゃない、回転できない、あ、回転 L か、あ、これできた、あ、よかった、気持ち悪かったんだ。いやー、でもこれももうちょっとなんかやだな、気持ち悪いな、どこでもドア邪魔だな。まあいっか。あ、なるほどね、大福の棚を作んないと大福を置けないってことね。ああ、おお、やべ、お金5万もくれた、やば。お、出来すぎ戻ってきたよ。はい、やるね出来すぎ。え、何これ、え、どういうこと？いや、金より F ポイントだろ。絶対 F ポイントの方が使うような気がするんだよな。金はいくらでも稼げる気がする。新商品を作れないと。配置替え、あ、配置替えできんじゃん。ということで、配置替えをしたいですと。なんだよこの床は、ない、床は動かせないの、どういうこと。ちょっとよくわかんないな、これは何なんだ、控え室、あー、ちょ、どこでもドアはちょっと邪魔だな、ここにしとくか、よくわかんねえな。あと何建てれんの？あ、でも座席、二人用の座席もう一個作れる。ちょっとなんか気持ち悪いな、でも、この並んでんのも。評判は上がってるよ。え、何これ？この、え、これすげえ気持ち悪いんだけど。ちょ、気持ち悪い。やだな。床だよ床、道、廊下、ああやれんじゃん、なんだ、はい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 、これで気持ち悪くない。あとはなんか作れるのないの、ないか、まあ、しばらくこれで運営していく感じか。あ、まだ1日かこれ、はあ。
売上5000円、経費700円、おだちどういうことだ、はあ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 、キテレツ大百科、いやこれでもしばらくやることねえな、これ何、これ休憩室ってことこれ、回復しやすい、よもぎ持って帰ってきたよ、雲の上、ちょっとジャイアンもう一回行ってこい、あドラミちゃんだ、はあはあはあ、ランクアップ形式どういうこと、はあ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 、食材クリア、一つ星を目指そう、あーもう一人仲間で食材探し、食材探しをやれば一つ星ってことね、はいはいはい、なるほど、ランクアップ、広々ポンプ、これどういうこと、お店を広くできる、はあ、え、こういうこと、そこには作れません、え、どう、どういうことなのこれ、え、これはどういう、こういうこと、ああ、なんかでかくな、え、どういうこと、配置場所あんま関係ねえんだ、そういうことか、あーまあいいや、とりあえず食材探し、これか、そうだから雲の上の広場と当選簿してるやつがいる、よくわかんねえ、タケコプターが必要です、タケコプター、お、パパがいるよ、ちょっと得意なやつとかないのか、じゃあジャイアンで行ってこい、タケコプター、ああ、まあ出たよタケコプター、いつも修理出しやがって、これ未来のコインってこと？なるほどね。ああ、はい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 。移動中？どういうこと？はい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 。ああ、タケコプター？敷地に埋まった宝を見つけられる。どういうことだ？暗記パン、勉強できる。トレーニングね。はいはいはい。お客様の満足がたまるとフィーバーを起こす、よくわかんないけど、まあ、とりあえずタケコプターだな、うん、フィーバーも買っとこう、アンキパンね、はいはい、とりあえずこれでいいだろう、あら、セワシ君じゃん、セワシ君はのび太のお孫だっけ、ひ孫だっけ、まあドラえもんを送り込んでる時点で絶対犯罪者なんだけどね、過去を改変しようとしてるわけだからね、あらドラミちゃん、あ、ミニドラもいるよ、懐かしいね、いやミニドラ SOS とか映画好きだったな、おじいちゃんだからやっぱ孫だな、せわしくん、あ、ちょっと今かっこいいドラえもんがいたぞ、今一瞬、ああ食材が増えてる、確かにミニドラえもん、どういうこと、店内で活動するようです、はあ、
新商品作れなさそう。役割キッチンドラえもん。おだちんあんのかよマジか。え、ちょっと待って、ドラえもんの技術が9でしょ。いや、キッチンはやっぱドラえもんなんだな。じゃあ気力ってなんだよ。いや、ジャイアンの気力は異常。のび太がちょっとしょぼいけどな。なるほど。ちょっと安木早で分からんな。和風のついたてがある。ああ、こうやってわがままを言うのね。試作室、ドリンクコーナー作りたい。あー、とんがりあんバター。やっぱあんはいいけど、バター見つけないとダメだな。みたらし団子かわかんねえな。フルーツ、抹茶。抹茶ねえ。どういうことこれ。はいはいはい。お、これパーマン、これパーマン2号か。ん ?2 号だっけ ?3 号だっけ。あれ、猿が3号か。2号は女の子だね。あと、出来すぎくんと、ドラミちゃん。なるほど。今んとこわかるな、キャラクター。ああ、こうやってお客さんがいるのね。なるほどね。詳細って何なんだろう。ああ、そういうことか。ああ、残りって何だろう。いや、どら焼き、いや、こっちだろ、一押しにするなら。はい。なるほどね。あ、スネ夫じゃ。探してた方が無事に出会えた。スネちゃん、まあ。お前またラジコンかよ。これでみんな揃いましたね。さすがジャイアン。自慢ばかりのナルシスト。なるほどね。雷さんからお願いが届きました。どんどんお願いが増えてんだけど。茶室、なるほどね。のびすけ、よもぎ餅、餅ね。いや、でも餅か。ゲージは何なんだろうな。しばらくやるものがあんまないような気がするな。これ違うもんな、めっちゃ多分な。なるほど。トレーニングしとくか。けん玉、スライムで遊ぶってなんだろう。射撃を極める、暗記パン。いや、この辺は良さそうだな。いやー、ちょっと伸びただけちょっとレベルが違いますな。頑張りました。暗記パンで勉強する。あ、スネ夫がすげえ伸びた。スライムで遊ぶってなんだろう。スライムで遊べ。なるほど。いやー、そうですか。まあでも技術も上げときたいなあ。でもこれで技術上がるか。じゃあ暗記パン、暗記パンもう一発いっとくか。まあでも技術はそんな言うほど上がんねえんだな。これでとりあえずのび太が探索は一応一番数字的にはいいか。なるほどね。
ジャイアンが戻ってきました。はい、オーケー。ちょっともう一回行こうか。ちょっと見つけたいな。のび太で行ってこい。あ、ミニドラもね。はいはいはい、行ってこい。全然作れねえな。あ、これあれか。でも作ってる人間がキッチン。え、これ小さな木が建築可能になりました。え、どういうこと。小さな木ってね。あー、周囲の魅力ね。なるほど。形的にはよくわかんねえ。これキッチン2人体制とかできねえのか。フィーバー、ああ、どういうこと。購入数増える。とんがりを探しているようです。とんがりを探してるの。入っちゃうと。なるほどね。ちょっとキッチン2人体制とかできないのかな。配置、よくわかんねえな。なるほど。お願いだけがどんどん増えていくな。みんな贅沢ばっかり言われて。だって買い物、大田さん家には何もないぜ。あ、盆栽があんのか。盆栽買っとくか。未来デパートもう全然ダメだな。ヨドバシ行きてえけど、まだ行けねえんだろうなこれ。なるほど。作る、あ、作る食材探し今行ってる。まあまあでも待つしかねえか。続々と売れてますね。おい、のび太が帰ってくるぞ。よしよし、トレーニングしてみよう。ちょっと待って。あ、手に入る食材、そういうことか。あ、でもこれなんか怪しいな。行ってみっか。これでってる土地に空き地を作るのはどう。空き地ができるの楽しみにしてるね。空き地どうやって作るんだよ。空き地なんてね。ちょっとにぎわってきたぞ。できたけど、やっぱ食材だな。食材新しいの手に入れないと何事も進まない。探索が大事なんだなこれな。ああ、パーマン来た。おい、25も使うよ。やっぱこの F ポイント大事だな。なんか見つけたぞ。こいつ誰だ。さっきのあれか、ヨドバシじゃないかこれ。ほら、ヨドバ。おお、来た。ほら、松の木買っとこう。座席も2つ買っとこう。アジサイってなんだ。そういうこと。
いや金だろ。 F ポイントはなるべく使いたくない。あ、終わっちゃった。え、これで終わり？あ、そういうこと？臨時の商人みたいなもんか。なるほどね。はいはいはい、ちょっともう一回行ってこいよ。あ、でもタケコプターやったからこれいけんのか。よし、行ってこい。はい、ちょっとだいぶ儲かってるぞ。桜の葉、あー、なるほどね。とりあえずあれだ、なんかこれだ、これ立てよう。気持ち悪いけど、えい。あー、なるほどね。道がない。あー、なるほど。ちょっと待って、芝生もっと作れるな。あ、こういう感じ？なるほどね。はい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 。まあ、とりあえず、あ、でも道の方がいいか、ここは。道を、廊下を作っとこう。バンバン。とりあえず道だよ、道。はいはい。これでいいんじゃないですか。何しきてんのこれ。まあいいや。あとは何作れる。何もない。たくさん情報。ドラマリトッツォ。あ、これもてなすってなんだ。あ、そういうことね。あ、ダメですね。じゃあ新商品そろそろ作れない。作れないんかい。うん、まあ、やっぱこの探索次第だな。当選棒みんなで追い払おう。どういうこと？ああ、全員出てった。なんだこれ、どういうこと？何これ、イベント？急に RPG になってきたよ。おお、すげえ。どういうことだ。急に RPG 要素が。ああ、のび太やられた。嘘でしょ。やばい、やられるよ。おお、ジャイアン強え。え、どういうこと？なんかアイテムも使えそうだったな。なんかあったんだろうな、きっと。あ、お餅の素。これで餅作れるぞ。あ、これ21円もんだ。あー、いいね。これが高い。なるほど、いつでもつなげるぞ。21円もいいね。あ、バター来た。いや、バター大事。ドラ焼き普及協会、偉い人ですって自分で言っちゃうんだ。ああ、検定、はいはいはい、なるほどね。ちょっと待って、とりあえずトレーニングしたいね。ほら、だいぶ増えたよ。ピーナッツを食べるってなんだ。あ、でもすげえ上がる。
これ上がり方がだから緑色のあれが、緑色の矢印の方が多分上がりやすいんだろうね。で同じトレーニングするとどんどん上がっていくと、この必要な数字が。だからまあまあまあ、安いの、安いうちにバンバンやらしちゃうと。スライムで遊べ。ヨーヨーで遊べ。あと17。とりあえず射撃いっとけ。やっぱ射撃強えな、伸びた。けん玉いっとけ。お、だいぶ成長したんじゃないこれ。あ、パーマンセットだ。どういうこと？パーマンセットで何ができるの？はいはいはい。砂漠の宮殿。いや、ちょっとここ何度も行ってみようか。うん、伸びた、レッツゴーだよ。でも地味に探索 F ポイントいっぱい使うんだよな。よし、新商品だ。お餅の素。お餅の素で、あんこ、よもぎ、よもぎ餅得意、オーラアップ。よし、ちっちゃいの頼むぞ。これなんかだんだん分かってきたな。ちょっとお任せしてみようか。お任せ。いや、ちょっと F5 は使いたくないな。いやー、そうですか。まあでもちょっとあんまり無駄にはしたくないんだけど。まあ高級感ね。まあお金は余裕あるからな。 F ポイントがなかなか。はい、これでちょっと試食会してみましょう。どうよ。おお、いいね。お、いいんじゃない。おお、餅の棚。これでどうよ。お、パパ？パパ来るの？いや、パパ来ましたね。お、5万円もくれたよ。パパちょっとお金持ちいいやん。ちょっとどんどん増やしましょう店内。ランクアップだよ。ランクアップしました。これどういうこと？何くれんの？アンドーンデザインタイル廊下。なるほどね。流れ星。流星群かな。綺麗だね。のび太偉いぞ。未来デパートに新しいの。はあ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 。ちょっと待って、未来デパート行ってみる。
あーなるほどね、おもてなしの費用が少し下がる。いやでも全然金足んねえな。自動販売機、なるほど。気ままに夢見る機、どういうこと。お座敷釣り針、出たお座敷釣り針。なるほど、ちょっとよくわかんねえな。自動販売タイムマシンってなんだろう。おもてなし費用が少し下がる。記録が回復するのはいいんだよな。まあ買えないけど、まあ後々。はいはい、評判を上げる。お菓子発見、検定に合格と。なるほどね。新しいお客さん、アリさん、どういうこと。送迎バス、どういうこと。はいはいはい、また増えた。なんかお願いがいっぱい増えてんだけど。ちょっと忙しいな。なんか全然みんなの願い叶えられてないんだけど。大丈夫これで。デザインタイル、どうか。これであれか、ちょっとおしゃれにしちゃおうってことか。あ、いろんなジャンルってそういうこと。ははーん、全部これにするのはそれはそれで違うのかな。まあいっか、とりあえずこれでしばらく様子見ましょう。ピクニック、どういうことだよ。健やかな森、なんで金が入んの。いいピクニックでした。ちょっとよくわかんないな。なるほどね。新商品、あでもまあ作れんな。あそうだ、あんバターだ。あんバター、はいはいはい、ミスアップ、飾り付け、そうそう。お皿、あんバター、これぐらいにしとく。高級感上がる。まあ何でも高いもんやりゃいいと思うんだな俺。人気、ないな、これでいいな。これでいってみましょう。お、先生めっちゃつけてくれたよ。あでもそんな伸びなかったな。先生だけに評価いいな。うぃー、とんがり。作れる。お餅、黒ごま。あでもほぼヒントをくれてるからいいわなこれ。せんべい、ジャイアンいけ。なるほどね。
こうやって増やしていくんだ。これせんべいの棚も必要だな。だわ、ジャイアン、それは高いよ。金はいいんだよ、金は。 F ポイントはさすがにあれだからな。 F ポイントはさすがに高いんよ、ジャイアン。あ、でも人気めっちゃ増えるこれ。どうよ、はい、さあ、ちょっと1時間経過したんで、この探索終わったら一旦終了しましょう。はい、了解です。ちょっと当選簿がいる、ちょっと危険だな。これいっとけ、ドラえもん。これ F4、 レッツゴー。ということで、まあ今回はここまでで、第1回終了っすね。この続きもすぐアップしていきたいと思います。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。